来年ですネ、ね、Netflix で,新ンンで「新デビルマン, <laughs> ン」作るそう「新デビルマン」じゃない新ゴじゃないこの「デビルマン」っていうのはです、ね、もう原作通りなんですよね。原作通りの「デビルマン」を作るということにこうどれだけ僕がワクワクしてるかデビルマンがどれぐらいすごい作品かっていうのも、まあ、あえて、まあ、あれこれ言わないんですけども皆さんが気を,に気をつけてほしい時は「 多分ね、年末に向けてねデビルマンね今あの本当に文庫本とかでいろんなバージョンが出てるんですけどもこれ買ってくださいねここにあの完全復刻版と書いている講談社コミックス版のデビルマンかですね、えー、なんかねこれ何が違うのかっていうと今普通に売ってるですね豪華愛蔵版もですねあと講談社漫画文庫版もダメなんですよ。何がダメなのかっていうと。 長井剛先生の新作カットが入っているからですね。本当にねこれはね漫画家の先生に、ね、言うのはもう申し訳ないんですけども新作カットいいらないんですよ。その時の永井郷の絵で読みたいんですよ僕ら, <laughs> 僕らは。っていうことはないんですけどでも永井郷先生の新作カットのおかげで例えば3巻あたりで時間的順序が逆になっちゃったり。 ネタバラしみたいなエピソードが入っちゃったりしてて、まあ、本当に凶がそがれる。あとは、この頃のデッサンの狂いはかっこいいんですよ。でも、今の長い号のデッサンの狂いはダメなんですね。なんでかっていうと、今の長い号の方が昔の長い号より絵がうまいんですよ。うまい分、デッサンの狂いが分かっちゃうんですよ。でも、この頃のデッサンの狂いは味になってるわけなんですよね。デビルマンってね、僕、やっぱり一番すげえなと思ったのは、魔獣人面という回があって、まあ、亀の形の デーモンを倒した後になんかちょっと悲しみみたいな駒があって次に、えー、進くんが家に帰らないで友達が心配して「えー、なんで帰らないの?」って言ったら「お母さんが最近変なんだ」っていうふうに言って「いや親って変なもんだよ」って言って励ましてくれて「でちに泊まるか?」っていうふうに言ったら「そこまで心配かけれないよ」っていうふうに言ってたらそしたら進むって言って急にお母さんが。 迎えに来るんですよね。この目とかですね。これやっぱりね、絵さんが上手くなった長井先生が今描き直したらですね、怖くないんですよね。で、この時に、まあ、お母さんが普通に優しくてで、えー、そんなことを嘘を言っちゃダメよっていうふに言った後、友達が帰ったらお母さんがパパがそんなに早く帰ると思い返い、はははっていうふうになって怖い展開になってきてっていう。 その年、徐々に人間はデーモンに変えられていきつつあったっていうですね少年誌の書き方ですねこの「徐々に」というのがひらがなであったり変えられていきつつあったとっいうのがひらがなであったりあくまで少年誌の範囲内での展開の仕方でポンと次にですね、えー、不動明主人公がですね「やあ皆さん あのここまままででついいに読んでしまいましたねって皆さんはこれを少年漫画に読んでる創作としてデビルマンの漫画として読んでるでしょうでも違いますこれから、あなたにに関係のある話なななっています。ぜらこれを待ち受ける地獄は私個人のドラマではなく皆さんのドラマでもあるからですっていうすごい不吉な見開きがあってじわじわじわっとこっから 怖くくなっていくのが、つまり、うん、モダンホラーとして始まったものがシミドローホラーになっていってでついには、えー、人間全部を巻き込んでいく目視録的な話になっていくっていうのがねものすごい絶妙なバランスでできてるんですよで。このバランスを今の長い号の絵で時々関係ない かっこいい絵とかを入れられても、なんかね全然乗れないんですね。ですから、まあ、多分年末ぐらいに再出版されるんですけども、それもねダイナミックプロの力関係で言うと、これすごいダイナミックプロって強いところなんですよね。ですから、おそらくここから先出る出版物もすべて今のダイナミックプロがこれがデビルマンですって出したいものになっちゃうと思うのですね。ほぼ確実に。 解約版と僕はあえて言いますけども悪くしちゃったバージョンが出回ると思いますのでこの放送を見てる人はですね早いことですね、えー、Amazon ではまだ手に入りますからですね、えー、完全復刻版と書いてるやつかもしくはねあの他にもいろんなバージョンがあるんでレビュー見たらわかりますレビュー見てレビューが10個以上ついててこれは今の先生の絵が入ってるからダメだよっていうのがついてないやつを買えば大丈夫ですのでですねよく Amazon のレビューを見て、えー、デビルマンを買ってください 文庫本でで読んんだそうなんですよね講談社文庫版で読んじゃうと漫画文庫版で読んじゃうとリチャンネル登録もよろしくね。